奥山義八郎2月17日から1981年10月1日は日本の木版画家。山形県出身。主に商業広告版画、創作版画を手掛けた。広告版画のパイオニア。義八郎が尽力して建てられた農区の墓文学費1907年、山形県西村山郡佐賀江町に生まれる。子供の頃から木版画に親しみを持ち。 1928年に日本創作版画協会展に初入選を果たした。同年その技量を買われて日本慶応入り宣伝部の広告作家として数々の商業広告を手掛け、後に大高重春と共に日課ウイスキーのポスターウイスキーラベルのデザインも木版画で制作した。1936年に浮世絵研究家の石井剣道に指示し、 伝統的技法の復興に注力した。また、自らのコーヒー好きが講じて、歴史等を研究しコーヒーの多様な呼び方を表した、規範が、コーヒー異名熟字一覧を制作した。金田信岳の株式会社カナダ商店の代表的作家として活躍した後、1949年から1952年、千代田区神田小川町で、自ら日本版画研究所を運営し、 新版画と言われる浮世絵と同様の堀市、り市による分業制作の基版画を作り始める。1954年には、千葉県松戸市鹿屋義理に自宅と工房を開設、奥山義八郎版画工房と称して、住居周辺を題材にした作品を制作した。1965年には、伊藤幸男の小説を記念にした野木区の墓文学費を、 自宅近くのサイレンジに建てることの発起人となった。サイレンジの一室には彼の版画が十数点展示されている。1981年10月に74歳で死去。息子の奥山忠人が奥山版画工房を継いでいる。1998年遺族がイギリス王室のビクトリアアルバート美術館から依頼を受け、ニッケのポスターを出展した。ありがとうございます。